皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂です。さて小坂先生、前回から八王子市立上入中学校の中澤幸彦先生にお越しいただいているんですけども、 AI を使った特別支援教室での実践、素晴らしいお話ですね。そうですね、こうコンプレックスをこう解消していくといったようなところも素晴らしいんですけれども、この事例そのものが他の教科だったりだとか他のシーンとかでいろいろ活用できるんじゃないかなと思って、すごくですね将来性感じました。そうですよね。また後編では生徒の自己理解につながる AI の実践、お話しいただけそうですよ。なるほど。AI とかになるとね、こう心がなんか通じてないとかいろいろね、またそういう意見もあるかなと思うんですけれども、実際にはそういうですね生成 AI といったものを活用することを通じて、まあ、心やですねこう環境と、まあ、どうやってこうマッチングしていったり、まあ、発展させていくといったようなこととか、すごく注目して見てみたいですね。はい、ということで後編のご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前回に引き続きまして八王子市立上入中学校の中澤幸彦先生。プレゼンタイトルは AI で個別最適化、特別支援教室での ICT 活用です。中澤先生よろしくお願いします。どうぞ。 AI で個別最適化、特別支援教室での ICT 活用、八王子市立上入中学校中澤幸彦です。後半は AI を使った自分の取扱説明書を作る授業と、 AI を使った自分の座右の銘を作っていく授業をご紹介していきます。前半部分でもご説明しましたが、 AI 授業のポイントは5つあります。 1. ここが7割を占めています。導入部分で主体性を持たせること、必ず学びや成長は自分自身のものである当事者意識を必ず持たせます。2つ目に作ること以上に引き出してもらうことへのイメージ。3つ目に AI 問答をしてしっかり自分の納得感が出るまでブラッシュアップすること。4つ目に表現の熟考をして自分の表現を見直して表現力を作っていくこと。最後にトライの増加をしていくこと。時間を作れた分、実際に自分が変わっていく活動をしていくことです。さて早速、AI を使った取扱説明書の作り方、授業をご紹介していきます。前回のお話で、彼は AI で小説を作った、その得点が65点であったと言いました。それはリアルでの自分の自己実現、成長がなかったから物足りないと。そして私の次の問いに対して彼は自己理解を深めたいと言いました。今までも何度も何かやろうとしてきたけどうまくいった試しがない、自分の感情のパターンや行動のパターンはどうなって、どうしてうまくいかないのか、どんな時にうまくいっているのか、自分のことを知りたいというふうになりました。まあ、まだすぐ行動に行かないっていうあたりからもまだまだ自信のなさも伺いましたが、彼が決めたことです。ここの主体性を大切に進めていきます。おおむね流れは一緒です。全体的には AI を使った取扱説明書を作るにはまず自己理解をする、その後に自分自身でできる対応と、ここは私がエッセンスを加えましたが、周囲にどんな対応を求めるか、理解を求めるかも AI と相談していきます。内容は1から5番までの引き出してもらう、それに対して生徒が回答し、 AI の提案を受けて生徒がまた修正要望する、ここの3番4番の繰り返しの AI 問答は変わらず大切にしていきます。実際に自己理解をするための、自分自身を引き出してもらうプロンプトをご紹介します。あなたはプロのカウンセラーです。中学生の私は自分がどういう良さを持っていてどんな個性があるのかが分かりません。自分の取扱説明書を作るために設問してください。その設問に私が答えるので、中学生にも分かる表現で分析してまとめてください。こう願いすると AI はこのような質問を投げかけてきました。日常生活や学校生活での楽しいこと、心地よい交流があるところ、
ストレスの対処法や乗り越えた経験などさまざまなことを質問してきましたが、またすべてはうまく答えられません。乗り越えた経験がないわけはないので思い出させてほしい。好きな言葉は今の状態ではないではなく、わからないとか、誤解されやすいことに対しては自分で何が誤解されているのかわからないから、それも引き出してほしいというふうに問いかけました。自己理解、自分の対応、周囲の対応、それぞれをこれをぐる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 繰り返してできたのが今回の僕の取扱説明書でした。実際の内容は丸1番から、こう日常のリズム、学習スタイル、コミュニケーションのスタイル、ストレスなどなど15項目にまで及びましたが、一つ紹介するとすれば、日常のリズム、スタイルは5時半に起床します、それで読書しています、なので午後に疲れと眠気がこう出てきやすいと。意外とこれ知られてないんですよね、学校では、特に職員室では。それで自分としては小休憩をどっかで取ったり、ちょっと体操を入れたりしようかなっていうふうに気づき、周囲の理解、先生たちには授業中にストレッチをしたり、トイレでリフレッシュをする、顔を水で洗いに行くとか、そういうふうに自分はしたいっていうふうに文字にまとめられたので、これがもし職員室の先生たちに配られたとするなら、これ素敵ですよね。実際に配りました。さて、ここまで整えば、はい、小説を作って、さあリアルでの実現だ、取扱説明書を作って、さあ自己理解も深めた、そして僕は問いかけます。次の問いは、やっとです、有言実行。さあここでは実行しようとなったので、 AI にさあ実行するために座右の銘を作ってもらう授業に入っていきます。実際にはまだ座右の銘を作るとは決まってなかったんです。そのまま有言実行の方法を教えてくださいっていうふうに、まずプロンプトを作っていきます。まず引き出してもらいましょう。あなたはコーチングのプロです。中学生である私は有言実行をすることが大切だと考えています。行動力を向上させたり、それを維持させたりする手立てとして有効的なものを紹介してください。紹介してくれました。目標のスモールステップ、ルーティーンの確立、達成感の可視化、座右の銘、休息、環境設定、さまざま出てきた中で、彼が主体的に選んだものが座右の銘だったんです。いつもうまくいかなかった自分のモチベーションとなる原点、帰るべき場所、そういう言葉の力は彼は信じているので、自分事として考えるぐらいなので、読書のパワーがここで生きてきました。座右の銘を作ることにここで決まったんです。振り返ってみれば、ここまでが導入になったわけです。実際に座右の銘の作り方のプロンプトをご紹介します。あなたはプロのコピーライターです。中学生である私は座右の銘を作りたいです。私に適切な座右の銘を作るための質問を設定してください。それに対して私は回答します。で、出た言葉が、過ぎ去りし日々の思索は今を照らす灯火なり。自分自身が大切にしているエッセン、軸となるものは思い出、幸福度、考えることだと気づかされ、こういう言葉が生み出されました。 AI が出てきた時に世の中が騒ぎました。考えることをしなくなるのではないか、甘えて自分で動かなくなるのではないか、さまざま謳われましたが、私はそうは思いません。自分のコンプレックスや不得意なものが、そうではなくて、なんかこう自分の言葉を言語化できたり、自分自身をよりよく輝かせてくれる、そんな AI はまさに AI なのではないかと。テクノロジーの真ん中にはいつも人がいます。電話を作ったのも多分遠くの誰かに早く声を届けたかったし、電車や飛行機があったのも早く遠くの誰かに会いたかったから便利は生まれた。そう思えば AI も苦手なものやコンプレックスをなくすかのような支援をしてくれる最強の伴走者なのではないかと私は捉えています。さて最後になりますが、 AI の授業のポイントは以下の通りです。ご清聴ありがとうございました。もしこの動画を見て AI を使ってみようと思った先生方は、目の前の生徒さんが、児童生徒が
もし何か達成したり次に進もうとする際にはぜひ問いかけてみてはいかがでしょうか。次の問いは。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。余白エデュケーション小徳学園中学高等学校の品田です。今日はですね、提出物は Google フォームでというテーマでお話をしたいと思います。生徒のですね、創造的な活動がどんどんこう増えてくると、当然生徒の作品もですね、増えてきます。でそれを提出してもらって、評価をつけるっていうことも出てくると思うんですけれども、結構面倒ですよね。皆さんどうしてるでしょうか。いろんな授業支援のですね、アプリケーションだったりサービスなんかもありますけれども、もちろんこういった専用のツール使うと非常に便利なんですが、最近私はですね、もう Google フォーム一択でやっております。こういうフォームを作って、まあ、クラスとかですね、出席番号とか名前とか、このあたり、まあ、入れなくてもログインしてないとこのフォームに入れませんよっていう設定にしておけば、まあ、大丈夫なんですけれども、念のためクラスとかですね、番号とか名前とか入れてもらってます。で、Google フォームにはこういったファイルを提出することがですね、できるようになっていますので、これを使ってですね、作品を提出してもらってます。で、どんなファイルでも出せますよっていう形もできるんですけれども、まあ、課題によってファイル違うと思いますので、こんな風に特定のファイル形式だけ提出許可みたいな形にもできるので、なんか全然わけのわかんないファイルの形式で出てきたとかっていうトラブルはここで防ぐことができます。提出されたものですけれども、こんな風に Google ドライブ内のですね、フォルダーに収納されます。で、それをフォームの方からですね、見ることもできるんですけれども、このフォルダを表示ってやると、まあ、Google ドライブ開いて、こんな風にずらっとですね、提出された作品を見ることができます。で、これで評価をつけていってもいいんですが、せっかくなので、フォームの方からですね、このスプレッドシートで表示っていうのがあるんですね。で、これタップするとですね、スプレッドシートに書き出すことができます。こんな感じになります。そうすると、まあ、フォームに、入れられたですね、内容はもちろん、こちらの一番右の方ですね、提出された作品へのリンクが出てくるので、このリンクタップして生徒の作品を見ながら、評価をこのスプレッドシートにですね、入れていくことができるわけです。そうすると、まあ、スプレッドシート上で作品を確認しつつ評価を入力できますし、さらに、これ共有、ファイル共有できますので、担当者間でですね、共有すると、提出物の確認から、評価の確認っていうところまで、一つの、まあ、シート上で全部できちゃうっていうところはすごく便利なところだと思うんですね。なので私はこれを最近すごくおすすめしてます。意外とですね、知ってるようで、こんなことできるんですねって言われることがあるので、今回ちょっと紹介してみました。もちろんですね、その専用のツールとかサービスも便利なんですけれども、いや、まだうちは、例えばなんかクラスルーム入ってないからとかですね、こういったサービス入ってないからとかっていうのはあるとは思うんですけれども、現状使えるものでもですね、こんな風に簡単にスタートできるかなと思います。ぜひ使ってみてください。はい。はい、ということで、2週にわたりまして、八王子市立上指中学校の中澤幸彦先生のプレゼン、お聞きしたいと思いますか。はい、なんか年末と年始をですね、挟んでのですね、プレゼンテーションだったんですけど、まあ、2024年はですね、この教育現場でのこう生成 AI の活用ですか、かなりブレイクしますよねっていった、そういった可能性を感じました。そうですよね。また今日のお話の中でいろんな事例あったんですけども、プロンプトを作るときに、あなたはプロの何々です、何々してくださいって、この作り方すごい参考になりましたね。そうですね、ちゃんと命令をしなきゃいけないということと、こちら側が知識とか、まあ、ある意味その賢さもちゃんと持っていないと、そのプロンプトもちゃんと書けないし、まあ、そういったことをどんどん共有して学んでいけると、みんなでハッピーになれるんじゃないかなと思いました。ね、まあ、生成 AI リテラシーっていうのを鍛えていきたいですね。その通りですね。はい、そういったところでお時間になってしまいました。 IT チャズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.